皆さんこんにちは、バンドリングの藤です。プレキスプリッツ2015のですね、選手兼任コーチ高橋由伸でのプレー続きを、やっていきたいと思います。まずは今日はね、試合ありませんので休息を入れます。疲労を回復させましょう。前回のタイガース戦でですね、由伸ようやくレギュラーになりましたので、今回はねレギュラーでの出場になるんじゃないかと思いますが、由伸4番ライトでの出場ですね。どうしよう、スピリッツは逆転だと感じようかな。勝ち越しだと感じしますか。黒田がね、今日先発してますけども、まあ、結果はねちょっとまだ出て、今僕がプレイしてる最中には結果は出ないと思うんですけど、少なくとも1回2回を見る限りだと0点で抑えてたので、このプロ野球スピリッツ上でも黒田とね対戦楽しみにしたいと思いますけども、まずは、広島の先発ジョンソンですね。4番としての仕事きっちり、できるように頑張っていきたいと思います。好天に恵まれましたマツダズームズームスタジアム広島です。ズームスタジアム広島での3連戦です。さあ早速チャンスで回ってきました。ツーアウトランナー2塁の場面で4番高橋由伸。さあそしてバッターボックスには高橋が入っています。気をつけたいバッターですね。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでした。ジョンソンのここもしっかり抑えてほしい。データね全然頭入ってないのでジョンソンのデータ見させてくださいね。ストレート、スライダー、チェンジアップにカーブ、HH スクリューでいいのかな、これはね。ちょっとどんなボールか全く想像がつかないんですけども、二塁ランナーの松本哲也、初球返したい、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。これど真ん中にストレートが来ましたね。セカンドランナー、ホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。ツーベース。ジャイアンツ1点を先制しました。宮山さん先制点を。これスピリッツ何にしたんだっけ。1回の裏これからカープの攻撃が始まります。あれ守りも全部やるのもしかして。これちょっと面倒くさいかな。変えましょう。あと2試合当たりが出ていません。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。そうだよね、全部やるわけじゃないよね。ポイントポイントだけですよね。さあ4番高橋の忍、1対4ということで3点ビハインドの場面で、第2打席目回ってきます。バッターボックスには4番高橋。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。また真ん中に来たんですけどね。取りました。 いい当たりだったんですけど、一塁そのまま入ってアウト。そういえばエルドレッド開幕間に合ったのかな。なんか開幕間に合わないみたいなね、ニュース見た覚えがあるんですけど。さあ第3打席目、引き続き対応3点ビハインドの場面です。ピッチャーはまだジョンソンが投げています。球数76球。まずは先頭バッターを打ち取っています。スライダー、これは外角に外れてます。128キロ際どいコースにスライダー。続いて何で来るか。どうだ、この当たりは。いやこれストレートでしたね。外角低めのスライダー、まあ、当たりは良かったんですけどね。ライトの正面。もう一回回ってくるでしょう。回ってきますね。1点さらに広島に追加されて4点ビハインド、1対5の場面でワンアウトランナー3塁1塁、ピッチャーが一岡に変わっています。ここはきっちりとヒットを打って結果を残しておきたい場面。ストレート150
1キロ。これパワー、なんだろう、パワーフォーク。下のね、落ちる球系です。パワーフォーク。なんでしょう、ちょっとわからないですけど、まあ落ちる系の球ね、フォークともう一個パワーフォークなのかな、パワーなんでしょう。2つ持ってます。バウルになります。これなー、ストレートなー、ど真ん中来たんだけどなー。最後までならないように、フォークに投げたいですよ。さあ、2球で追い込まれました。次の球何かな、多分フォークだと思うんだけどな。これもファウル。うん、やっぱフォークでしたね。次が4球目。またファウル。ストレート。ギャー。これは外れるでしょ。これは際どいか。カットボール、ね。ボールになります。外角に外れています。ワンボール、ツーストライク。追い込まれている状況です。何で来る？ストレートか。ストレート。どうだ？入ったんじゃないか？ぐんぐん打球が伸びている。伸びて。入った。さあ、シャー、スリーランホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これで今日4打点。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりは変速を超えてしまいました。追い込まれた時はどうなるかと思ったんですけどね。5対4。ここで一発を浴びてしまいました。ライトスタンド最前列でありましたけども、スリーランホームラン。この場面でホームランを打たれ追い上げられます。知らず知らずに力が入ってるんでしょうね。ここで1点差まで詰め寄られました。うん、ポールギーはね、最前列ですけどね、きっちりとホームラン。あー、ただ試合の方は負けたか。10連勝とはならずに、カープが僅差で勝利を収めました。まあね、何回か逃げ切りました。負けましたけどもね。西さん、最後高橋のショート。ゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイント？疲労が今30溜まりまして、スタメンだと疲労の溜まり方もやっぱ半端ないんだな。武田が完投ね。その他ではドラゴンズ、タイガースが勝ってますね。さあ順位の方はカープが2位に浮上と。広島との第2戦、先発は前田健太です。いやー、前健か、厳しいな。で、宇都宮が何声かけてくれて、どうしよう。1試合3安打、5打数連続安打、10試合連続出塁とかないかな。さあ、今日は広島のエース前健との一戦ですね。どのボール、もちろんストレートも含めてどのボールも一級品ですからね。まずは照明に火が灯りました。先制点、まもなくスタートです。頑張っていきたいと思います。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。前田体操だ。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対読売ジャイアンツの2回戦です。さあ、まずはですね、守備の機会ですね。1回の裏、カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。4番エルドレッド、さっきの試合でも言いましたけど、エルドレッドが、ね、ご覧のような間に合ってるのかどうかっていうのがありますけどね。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の杉内。どんな投球をしてくれるんでしょうか。ジャイアンツの先発は杉内、バッターは鈴木。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。さあ、ここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。
下位打線でもどこからでも得点できるような状態です。引っ張った打球はレフトへ。これはセンターフライかな。あ、レフトが取りました。レフトフライね。お、広島が1点先制してますね。高橋由伸は2回の表です。ジャイアンツの攻撃、4番バッター高橋、昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。さてカープの先発は前田、昨シーズンは11勝をマークしました。前回の登板は6イニング投げて、わあ、ボール球、サイクルチェンジに手が出た。完全なボール球だ。真ん中へ、スローカーブ、これはタイミングが合わなかった。変化球2球で追い込まれましたね。この球は外れています。スライダーが外れて、ワンボールツーストライクです。次がきっと決め球で来ると思うんですけど、もう1球スライダーかな、なんだろう。変化球で空振りを取ります。今度は横のスライダーだ。小宮山さん、最後は変化ボールで仕留めましたね。ナイスボールですね。ちょっと打てる感じしないな、今の感じだと。試合の方は広島がさらに1点追加して2対0ですね。バッターボックス高橋、0対2かな。2アウトになっています、ね。さあ、2アウトランナーなしで4回の表、第2打席目、初球ボールです。ストレート149キロ低めに外れてワンボール。ボール球には手を出さない。2球目は何で来るか。このプロ野球スピリッツゲームショーでも同じですね。うわー、サークルチェンジか。ストレートと同じような感じで入ってくるこのサークルチェンジはちょっとね、なかなか待てないですね。ワンボールワンストライク。次は何が来るか。打ちました。どうだ。うまく大きな打球、これはどうか。うまくすくい上げたけど、ヒットになりました。二塁へ送球。いいですね。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打。低めのストレートだと思うんですけどね、うまくすくうことができましたけど、得点にはちょっとつながらなかったですね。とはいえ6回の表ワンアウト満塁の場面ですね、3対0対0 0対3点ビハインドの場面ですけど、ワンアウト満塁、長打が出れば一気に同点という場面です。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ストレートで待ちます。最初は変化球できました。サイクルチェンジ、内角に外れてワンボールです。ストレート、いやー、待ってたストレート来たんですけどね、しかも真ん中に、くー、ちょっとタイミングが早すぎまして、空振り、ワンストライク、ワンボール、ワンボールワンストライク。うわ、今のボールは追い込んでから使いたかったですね。ストレート2球目。そうですか。外角低め、難しいところにストレート。次はサークルチェンジかスライダー、まあ、次は縦スラで空振りを取りたいですね。絞れないな。なるほど。さあ、何を選択してくるか。ファウルです。サークルチェンジでしたね。ライトを持っていった。大きな打球入るか。入った。スロッシャー満塁ホームラン。今シーズン第6号。逆転満塁ホームラン。これで3試合連続ストレートでしたね。真ん中に入ったストレートガチャーンと届きました。この回1点ビハインドに変わります。毎点乗っかるでしょう。ご覧いただきましょう。このホームランで逆転されています。まあ、ピッチャーとしては悔いの残り1球でしょうね。ここで逆転、ただここで主導権を握られるわけにはいきません。あ、最前列ですけどね。逆転勝ちか。ジャイアンツペースですね。もうさらに追加点上げて3対7、4点リードです。ピッチャーは長川に変わってますね。マイケンはノックアウト。さあ、ストレート、フォーク、スライダーにスローカーブ、この辺りが持ち球の長川です。初球ボール、まずはスライダー。初球に、ね、外角のスライダー124キロ。次は真ん中か。
ファウルになります。ちょっとタイミングなかったかな。さてバッターボックスのストレートですね。どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、パワーというよりもテクニックでボールをスタンドまで運ぶホームランバッターですね。ちょっとタイミングがね合わなかったですね。甘いところに来たフォークだったんですけどね。引っ張った。わあ、これはフォークボールですね。一塁アウトで引っ掛けました。2アウトチェンジです。お、第5打席まで回っていきましたか。ワンアウトランナー2塁1塁。そして打席には高橋が入ります。さあピンチは続いています。中崎が合ってますか。ストレート152キロ持ってるんだ。スライダー、チェンジアップ、カーブにシュート。これはもうストレートを初球から1本で狙い定めていきましょう。掴んだ。2塁へ送球。これゲッツーだな。2塁フォースアウト。ちょっとボール気味の内角のストレート、セカンド転がしちゃいました。ゲッツーですね。さあ最後は一塁での守備機会ですか。さあそしてバッターボックスには相澤が入っています。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。はマジでこういったチャンスで最後ランナー2塁1塁2アウトです。変化球打った。最後サードが抑えた。2塁送球。2塁アウト。これで3アウト。試合終了です。残念ながらカープ敗れてしまいました。小宮山さん、エースの先発だったんですが、残念ながらヒーローじゃないんだ。絶対ヒーローだろう、あの場面で満塁ホームラン打ったんだから。いやーでも今日のあの満塁ホームランは勝利につながる素晴らしい一本でしたね。第6号大変悔しいだろ。高橋由伸の人気が丸っ星1個っていうのはねちょっと納得いかないですね。絶対星3つだ。松井裕樹先発でやってるんだ。実際にはね、楽天の新監督デーブはね、松井裕樹を抑えで起用とそういう方針にしてますけども、このプロ野球スピリッツ上では、先発ですね。さあ今日のーカープの先発は野村ですね。黒田との対戦楽しみにしてたんですけど今日の先発は野村でしたね。よく晴れた天気になりました。松田ズームズームスタジアム広島です。さあ早速ワンアウトランナー二塁一塁1回の表で、高橋忍さあ場面回ってきました。先制のピンチを迎えています。エルドレッドやっぱ言ってるな、ね、ホームランも6本っていうのが。なるほどそうですね。まあそしてこのバッターはどのコースにも対応してくるので慎重に攻めたいですね。引っ張ったエルドレッド。これはゲッツーか。ゲッツーは免れたけどな。なんでしょう、多分スライダーだと思いますね。さあそして打席にはアンダーソンが入ります。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。うん、なるほどそうですよね。ストレート138キロ空振りですね。ワンストライク。ズンズンスタジアムってあんなところにスタンドあるんだ。もう本当グラウンドレベルと同じですね。ここは見送ります。今ちょうど一塁ランナーの目線で見てるとあのバッターの方を見ると正面で、ね、ひときわ低い観客席あると思うんですけど、バッターのアンダーソンどういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、本当にベンチと同じですよね。高さフルスイングが新庄の強打のバッターですね。あそこで見てたら面白いだろうな。
打ちました。これはどうか。どうだ。ショートの左抜けました。バケやった。先制のチャンス。申し訳ないことしたな。今ね。すみません、ちょっとね、初球から狙っていくことはやはり難しいものですか。まあ、しかし初球から狙うという気持ちが大事ですよね。しっかりとボールを絞って積極的にいくということは大事ですよ。その積極性を見せるんでしょうか。ミスってしまいまして、先制のチャンスを潰してしまいましたけど、ジャイアンツの先発は大竹ですね。2試合当たりが出ていません。走塁でのミスは守備とバッティングで取り出します。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。これはセンターフライ。ジャイアンツが1点先制してます。高橋由伸の第2打席は3回の表ですね。打順は4番高橋。2アウトランナーなしです。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒット1本狙っていきましょう。2アウトランナーありません。インサイド打ち上げました。ちょっと詰まった。センターだけ伸びる。落ちないね。掴んでスリーアウトです。センターね、丸のね、ほぼ定位置でしたね。初球です。センターフライ。ちょっと今日まだ結果が出てない。ただ巨人はというと、3対0、3点リードしていて、5回の表ワンアウトランナー2塁1塁チャンスの場面で第3打席。許したくないこの場面です。初球は空振りです。カットボール129キロ、真ん中気味のカットボールですけど、タイミングがちょっと合わずに空振り、ワンストライク。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど、そういった。そうだ、打ちました。これうまく打ったぞ。入れました。ファールか。追い込まれた。チェンジアップを見極めます。これは外れてますね。サイクルズチェンジが低めに外れてワンボールツーストライクです。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので。ガーカーブ、頭に当たった。カーブ頭に上がった。ヒットまだ今日1本も出てませんからね。ちょっとヒット1本打っておきましょう。ピッチャーが今村に変わってます。ストレート、スライダー、縦のスライダー、まんべんなく投げてきそうですね。あとフォークボールも持ってますね。さあヒット1本打ちましょう。どうだ、これ当たりいいよ。入った、入ったでしょう。入りました、ホームラン。ツーランホームランが出ました。真ん中ですね。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。甘く入ってきたストレート。高橋はもう退いてますね。守備機会がないまま試合は終了してます。今日は5打数の1、残念ながらカープ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま。絶好調のね、高橋由伸ですけども、今日もホームラン1本打ちましたね。7号ホームラン。怒られましたね。もっと試合に楽だったんだろうか。悔しくてだろうか。まあ、4番たるがゆえの厳しい原監督からのお言葉ですね。あ、村田ホームラン打った。はい、というわけで今回は、広島との3連戦、黒田との対戦楽しみにしてたんですけども、ちょっと黒田との、ね、対戦機会はありませんでしたが、高橋由伸は前田健太から逆転の満塁ホームランを打つと大活躍したので、すごく気持ちがいい終わり方ができました。次回はヤクルトとの3連戦お届けをしていきたいと思います。次回もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。今回はここまで。